はい、皆さん、毎度毎度。はい、美容室のね、お花の管理。もうね、2月入ったらオルトラン。油虫対策始めないとね、もう気がついた頃、3月中旬になるとね、ドワーっとね、油虫が湧いちゃったりするからね。まあ、そうなった時はもう手遅れなんだよね。だから、手遅れになる前に早め、2月中旬ね、からあの、殺虫剤、オルトラン巻き始めるといいよね。まあ、女の人はね、殺虫剤とかああいうのね、嫌だっつってね、巻かない人多いけどね。 別に食用にするわけじゃないからね。綺麗な花を保つために殺虫剤。オルトランスなの花に優しい殺虫剤だからね。だから春先になるとね、お水をあげるというより、オルトラン水溶液を与えてるっていうような感じになるね。とにかくもう、アブラムシだけは注意してないとね。まあ、どっから来んのかね、気がつくといつの間にか湧いてんでね、アブラムシがね。新芽ばかりを狙ってさ、チュー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 吸われてさ、新芽がさ、ダメになってくるんでね、干からびてね。 はい、ちょっとねオルトランの下流から水溶液の作り方ねはいちょっとやってみましょうはい、まあ、オルトランだね、はい、これ適当にこうやって入れてね、まあ、小さじ1杯大さじ1杯でいいんじゃない一緒にねハイポネックス入れちゃってもいいねハイポネックスねまあこれ別にこれはオプションだね入れなくてもいいよね,、まあお湯だね 前半はね、シュパーッとね、勢いよく入れて、オルトラの下流を溶かすような感じ溶かすとね、今度泡立つのよ。そしたら今度泡が立ったら、そーっとね、シャワーで泡をね、潰すように、そーっと入れていくんだけどね。そうしないとさ、泡だらけになっちゃうからさ、この浄炉の中がさ。そんで、お湯で溶かすんだよね、冬はね。なんで水で溶かさないのっつったら、やっぱり、植木だってさ、寒きゃかわいそうだろまあ、外の水道から巻くときはまあ水だけどね、こうやってやるときは、 やっぱね、お湯40度前後を上げるよね。まあ別に、お花はね、どうってことないよね。ショックを起こすとか、まあそういうことはないよね。まあ基本これはね、根にあげるっていうの根にあげるんだけどね。で、春先になって、アブラムシが湧いてしまった時はね、先っちょ、上路をシャワーにして、頭からかけちゃうんだけどね。ジャ,ジャバ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 ね。まあお花もね、生き物だからね。やっぱりアブラムシ対策はしてあげないとね。まあ女の人なんかね、殺虫剤とかね、 そういうの嫌なの。巻くの嫌いなの。ね、どっちを取るかね。アブラムシの成長を取るか、お花の成長を取るかね。どちらが大事かなってことになるよね。まあ多分ね、ただ単にね、オルトラン買ってきて巻くのがめんどくさいだけでそういうこと言ってるだけだと思うけどね。まあ室内にね、アブラムシとかね、蚊がいたら殺虫剤巻くでしょ殺虫剤嫌だったら、蚊に手を差し出して血を与える <laughs> 毎晩、夏になったら <laughs>。 まあね、適切な判断とね、油虫対策はね、その人その人の考えあるからね。はい、お疲れ様でした。